メピー112メピー 1112V1 の模型。デザインコンセプトの一つを示す。メッサーシュミット P1112 とは提案に終わったドイツのジェット戦闘機である。ドイツ空軍での使用を意図して、第二次世界大戦末期にメッサーシュミット社が開発を行っていた。設計はボルデマールフォークと、戦争の進行により、 ナチスドイツが崩壊する以前に試作機の完成は妨げられた。しかしながら、その設計は戦後のアメリカ海軍の艦上戦闘機に直接の影響を及ぼした。メピー1112の開発作業は1945年2月25日に開始された。これはビリー・メッサー・シュミットがメッサー・シュミット P1111 の開発中止を決意した後のことである。 この機体には、標準装備として、余圧コックピットと射出座席が要求されていた。本機は、メピー111 11の代わりとなるべく、1945年3月3日から30日に、かけて、メッサーシミット社のプロジェクトオフィスの長であるボルデマール、フォークトに設計された。メピー1112の設計は、ピー111 11のそれより急進性が少なくなり、 また、メッサーシミット P1110 の設計開発からの教訓を取り入れていた。フォークとは、メピー1112が1946年中頃までに飛行試験を始められるだろうと推定していた。計画では一機のハインケルヘスレイ11ターボジェットエンジンによって駆動することとなっており、3種のメピー1112のデザインコンセプトが研究された。最後に提案された、 設計案では、メピー 1112V1 は V 字形状の尾翼を使用し、胴体部側面に空気吸入口を設けていた。最初の2種は、空気吸入口が翼根部分にあるメピー 1112S1 及び胴体側面部に吸気吸入口のあるメピー 1112S2 である。両機とも大型の一枚尾翼を有し、従来的な水平尾翼は備えられていなかった。 全3種の設計案は、胴体部の最大径が1.1メートルだった。外観上は、メッサーシミット社のロケット戦闘機である、メッサーシミット目163個メートの主翼設計と類似していた。操縦者は半ば横たわるような姿勢で座席に着いた。また、車室座席が装備されていた。メピー 1112V-1 の部分的なモックアップ。 具体的には木の胴体前方部分がバイエルン州オーバーアーマーガウに設けられたコンラートフォンヘッツェンドルフ兵舎で製造されていた。しかし、試作機の製造を開始できるようになる前にメッサーシミット社の施設はアメリカ軍によって1945年4月に占領されていた。メピー戦1 1 2が完成することはなかったものの、この形式自体の設計研究がなされたとき、 すでに皇族の設計案がいくつか提案されていた。これらには夜間戦闘機型の提案が含まれていた。この機体は翼根部分内部にエンジンを2機装備することを目指していた。戦争の後、フォークとの無備翼機の設計という成果はアメリカの航空機会社チャンスボートカンパニーによって利用された。彼はそこでイナナユーカットラス環状戦闘機の設計に関係した。 1945年4月にアメリカ陸軍が発見したメッサーシミット目 P1112V1 のモックアップ胴体部分動コックピットデータは以下の書籍による主要書原性のお併ありがとうございます